お元気ですか、ボクシミです。今回は BB 部千葉ロッテマリーンズベースボールカード2023開封動画後編でございます。それでは後編の9パックずつやっていきたいと思います。まずは後編の1パックやっていきたいと思います。まずはですね、秋山誠雲選手のこれスパークカードでございます。小沼健太選手でございます。西川亮介選手でございます。で柿沼智也選手でございます。山口浩輝選手でございますのキラでございます。で土井秀人選手でございます。で菊池陸選手でございます。で1パック2袋目開けたいと思います。でこれ岩下大輝投手と種市敦樹投手のねカードでございます。で福田周平選手でございます。で藤原恭太選手でございます。でこれが山口浩輝選手のカードとなっております。で三馬学選手の木田でございます。で三馬学選手でございます。で平沢大河選手でございます。3袋目でございます。佐々木千早選手でございます。田村達弘選手でございます。柿沼智也選手でございます。で中森俊介選手のスパークカードでございまして、これは吉井正人監督の、カードでございます。で、安田尚憲選手のキラでございます。でクリストファー・クリストモ・メルセデス選手のね、カードでございますけど、巨人からね、やってきました。4袋目でございます。八木彬選手でございます。で、千葉ロッテマリーンズのこれね、チェックリストでございます。で田村達弘選手でございます。で唐川祐希選手でございます。で石川歩選手のカードでございます。で佐々木朗希投手のこれはキラでございます。で石川歩投手でございます。5袋目でございますが、ちょっと映像がね、ピントが1位ね、合わなくなっております。ご了承ください。で、小島和也投手でございます。小沼健太選手でございます。で西野裕二選手でございます。こちらはですね、岩下大輝投手と種市敦樹投手のねカードでございます。
で井上誠也選手のこちらね、ノーマルカードちょっとね、鏡張りになってます。こちらがね200枚限定のカードとなっております。こちらがですね200分の60となっております。はい、こちらでございます。で種市敦樹投手のキラーでございます。で荻野貴司外野手と高部敦人外野手のカードでございます。6袋目でございます。佐々木千早投手でございます。で小島和也投手でございます。高野修太選手でございます。で井上誠也選手のキラーでございます。で安田ひたのり内野手と山口幸喜外野手のこちらで、ね、カードでございます。で井上誠也選手でございます。7袋目でございます。でグレゴリー・ポランコ外野手でございます。巨人から加入しました。河村トキト選手でございます。三木亮内野手でございます。で佐々木朗希選手投手の NPB 記録の10打連続奪三振の時のねカードでございます。で西野裕二選手でございます。でルイズ・カスティーヨ投手でございます。で角中克也選手でございます。8袋目でございます。で、山本大斗選手でございます。こちらね黒木智弘投手と沢村博一投手のカードでございます。で種市敦樹投手でございます。で広畑初也投手でございます。で茶谷健太内野手でございます。で沢村博一投手でございます。で菅野剛外野手でございます。最後の10パック目でございます。秋山誠雲選手のカードでございます。福田周平選手でございます。で八木明選手でございます。で二木浩太投手でございます。で、安田ひたのり内野手の、カードでございます。金田裕太内野手のキラでございます。で最後は佐々木朗希投手と増川候補手のカードとなっております。以上で以上で BB 部千葉ロッテマリーンズベースボールカード2023の開封動画前編後編にね、やりました。で終わりたいと思います。またですね、
直筆サインカードが出ませんでした。申し訳ございませんでした。阪神編からね、直筆サインカードが出ませんでしたけどね、最近なんか直筆サインカードが出にくくなったような気がします。で次のね、開封動画までね、ぜひお待ちください。でね、またね、もう一つね、予約注文したものがありますのでね、随時、届き次第、開封動画としてやっていきたいと思います。ちょっとね、ピントが今合いませんけど、ね、その辺ご了承ください。またお金がありましたら、こういった開封動画やってきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。